まあ、出だしはすごくいい入りができたとは思うんですけど、まあ、それで相手がやっぱ対応してきて、まあ、僕らも相手のディフェンスの激しさにちょっと戸惑ってしまう部分もありましたし、そこで高い策が今回に関してはちょっと見つからなかったっていうところで、まあ、苦しい時間帯が長く続いてしまった結果、ちょっと最後間に合わなかったんで、まあまあもちろんこの負けっていうのは生かさなきゃいけないと思うんですけど、まあまあまだまだリーグ戦長いんで切り替えてやっていきたいなと思います。シュートはですね、今日出てきたとは思うんですけども、はい、ショットももちろん含めてなんですが、なかなかこう決まらないというところでこう自分たちがこう焦りからこうリズムを崩してしまったというところも正直あったんでしょうか。まあ、川崎戦に関してはいつもこういった負けパターンというのは、まあ大体シュートが入らなくて相手のペースに持っていかれてっていうパターンが本当に多いと思うので、まあ、何かしらの原因があるんじゃないかなっていうのは思ってはいるんですけど、でもまあディフェンスもちろん悪い時間帯もあったと思うんですけど、もちろんいい時間帯もあったと思うんで、相手もまあ実際67点に抑えてはいるんで、まあオフェンスのところの連携っていうのが、まあ今日に関してはちょっと良くなかったかなと思いますけど。本当にまあ、はい、比江島選手自身は積極的にリーグアタックしてドライブ仕掛けて攻略の糸口を探っていると思うんですが、それそういう意識っていうのはチーム全体で共有できていたかっていうとどうなんでしょう。まあ、もっと早くにリングよりもっとアタックするべきだったとは思うんですけど、相手もやっぱりディフェンスを変えてきたりっていうところで、まあ僕らも対応できなかったっていう部分もありましたし、まあ、最後はスイッチ相手もしてきたんで、まあ、ニックがついたらまあアタックしようっていうのは考えながらやってましたね。はい、ありがとうございます。今日アシストチームで10本しかなくて、なかなかボールが動かなくて自分たちのペースにならなかったっていうのと、はい、あと川崎の3相当警戒してたんでそれはうまくいったと思うんですけど、はい、逆にスペースのところにカットされて、うん、まあ、ちょっと指定してしまった、そのあたりやっぱり試合中対応難しかったですか。そうですね、まあその僕らの戦術的にも、どうだ、まあ3とニックのところを中心守ってはいたんで、逆にそれ以外のところを疲れたと言いますか、まあその向こうが対応してきたところでの僕らのディフェンスの対応というか、そのローテーションであったりヘルプディフェンスであったりっていうところが全然できてなかったというか、試合の中でもそれは修正できなかったんで、まあそこも今後やっていかなきゃいけないとは思います。はい、